落ち込んだ気持ちを切り替えるにはどうすればいいですか。あー、私も落ち込み症だからな。私イヤホンするね。イヤホンしてラジオ聞いたりとか音楽聞いたりとか、まあ、いわゆる好きなことをする。でも私はなぜラジオを聞くかっていうと、現実逃避できるからというか、自分が生きてる世界とはまた違うところに行けるというか、世界線を並行してるんだけど、でもその空想上の世界に行けるというか、ちょっとこの平行線からちょっとまた平行なんだけど線がちょっと上に上がっていくというか、わかる？わかる？この一本線のところをずっと辿ってるとしんどいから、ちょっとずれたいんですよね。その逃避をさせてくれるのが私の中ではラジオだから、まあ、それがアニメだったりとかゲームだったりとかいろいろあると思うんですけど、私の場合は、まあ、ラジオだったり音楽とか聞くのが一番切り替えれたりとか気分変わるかな。